どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、やっていきましょう。クラッシュオブクラン実況、クラン戦実況ですね。いやこれね、クラン戦ね、やっぱりその強い村にそのアタックするっていうのは、まあ非常にいい動画だと思うんですけれども、こういう普通のなんともその取り柄がないというか、そのなんでしょう、目立った強さがない村にもしっかりと実況していくことがですね、まあ重要かなと思いますので、実況していきたいと思います。対象はこの一番でございます。はい、今回はね、まあ格下の相手なんですよ。なのでまあまあまあって感じですね。まあこんな村ですね。まあでもタウンホール9のカンストにインフェロのタワー1個がひっついたような配置なんですけれども、ああまた声が震えとる。ですね、アーチャークイーンがレベル20、そしてでも大砲とかもね、やっぱ上げたて感が、ほんと上げたて感がありますね。さらに、そしてこの配置は、こういう系の配置っていうのはやはりですね、ゴーレムで穴を開けるゴーレムをの、その歩く場所、ゴーレムが通る道をボールブレイカーで開ける必要があんまりないと思うんですね。こういう面で取って、ゴーレムはこう行ってもらうと、そしてゴーレムのサイドはこっちに行ってもらう、そして真ん中は中心部という感じで、結構ですね、そのゴレウィズ系がやりやすい配置だと思うので、早速、本当に声が震えとる。行きたいと思います。まあ、編成はですね、編成を見てみましょう。編成はこのような感じで、ちょっとですね、ゴーレムを4体にしてみました。そして、ウィズ12、ウォールブレイカー12ということで、少ないかなと思うんですが、その、ゴーレムのね、数がちょっと多いかなという気がするんですよね。まあ、なぜ多くしたかというと、1体、ゴーレム1体、そして2体、ゴーレム1体、ゴーレム1体、そしてここで2体、中心部に2体ゴーレムすることによって、真ん中での集中砲火をですね、2体壁役が、いることによって、その少ないウィッチであったり、少ないウィザードが生き残れるかなと思いました。そしてね、ジャンプの呪文とゴーレムの組み合わせも結構いいので、星3狙いです。狙いというか、まあ、星には確実に行って、まあ、星には確実に取って、星3を可能性2割の可能性。1割ぐらいかな。私ちょっとユニットのレベルもまだちょっとダンホール9レベルでですね、ちょっと恥ずかしながら、そしてフリーズの呪文もレベル3ということで、ちょっと厳しいかなと。まあまあ星2は確実に取ってきたと思います。まずね、まずは星2を取っていきましょう。偵察やばいな。いきたいと思います。攻撃よし。まずはですね、落ち着くぞ。呪文よし、いきます。ここでウィザードはですね、4体ぐらいにしておきます。そうですね、多すぎてもなんか真ん中がきついんでさ、そして2体やりまして、ええどういくの、あびっくりした。そしてもうとりあえず流し込みます。そしてターゲットが取れたところでウォールブレイク。うわーゴー、うわ、ドラゴンかい。うわ、やばい。うわ、やばい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 。ちゃんと穴開けてくれ。頼む、頼む。もっと開けろ。もっと開けろ。いいぞ。いいぞ。ためろ。開けろ。うわー、あぶねえ。ちょっと待って、やばいな。フリーズ使っときますか。さあ、穴を開けられました。さあ、ここでもう、レイジで一気に突破していきます。ウォール、ですね、インフェロのタワーを破壊することが。あー、ミスったー。なんでボールブレイカー2体余ってんだっていうね。よし、まずは星2。中心部きついか、着衣がちょっとね、攻撃を受けすぎていますね。そして、ちょっと真ん中ゴーレム頼むな。さあ、ここで左下ら辺にそれたネクマンとウィザードが、ちょっとウィザードダイオリーですね、これは。頼みか。さあ、ここでちょっとアーチャークイーン。厳しいかな。なんか相当失敗したしな。さあ、ここで狙われてるな。なんかもう、肉まんの死ぬ音が結構メンタルくるっていうね。あ、やばい。あ、気づいたら、いなかった。いやー、これやだな。ちょっと暗めに合わす顔がないな。まあ、いやー、星さん、ちょっとね、今回ミスの連続でしたね。この分かりますか、このなんかこの私の声のこのトーンの下がりを。まあナイスなんですけども、まあ星2取れ、まあ星2が最低ラインですからね。まあ
まあちょっとこのちょっと芳しくない、うん、ちょっとね、いや別にちょっと見てみますか。ちょっともうミスのポイントを上げていきましょう。ほんとね、ほんと、ないやさすがっていうか、いやこれほん普通ですよ。てか雑魚っすよ逆に。だってインフェルノタワー一つですからね、ほんとに。さすが、まあでもまあタンホール8の方からしたら、まあタンホール10から星にすごいってなるかもしれないんですけれども、まずこの時点でしっかりとサイドカットはまあ一応できているんですよ、ここで。しかしここでね、どうなんだろう。まあドラゴンってことで、別にドラゴンは別に範囲ではないですよね。ここでここでまず一発目打っといた方がいいのかな。まあここのフリーズの呪文の打ち方はまあ5億歩譲っていいとして、ここで打てっていうね、ここで打てよっていう、このもう、あ、無駄無駄無駄、バカ野郎、無駄だよ君、君無駄ですよ本当に無駄のね。だってもう巨大クロスボウゴーレムターゲット取ってますからね。まあ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 、そしてアーチャークイーンで、これどこなんだろうな。もうちょいそのやっぱフリーズを打つタイミングですかね、今回は。フリーズをしっかりとそのね、その最初の 2発目打つことによって、中心部の誰だ、ネクロマンサーとかウィザードが死なずにいけてれば、真ん中をもうちょい中心部をね、中心部をもっと円滑に進めていて、この中ここら辺もまあ破壊できた、あとはここっていう感じなので、まあでもきつかったですね今回は。ちょっとね、ちょっときつかったな。ということで私もですね、これをバネに頑張っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。